さあ、そしてベテランの八木沼純子が出てまいりました。ショートプログラム終わって第3位につけています。今年の八木沼選手は非常に動きがいいですよ。去年は引退も考えたという八木沼、今年の目標はこの全日本のタイトルですとはっきり言っていました。さあ、ゆかさん、最初のジャンプですね。はい、キーポイントはルッツ。はい、ありがとう。決まりました。思わず本人の表情がわっと明るくなりました。キーポイントだというトリプルルッツ。落ち着いて今度はダブルフリップも決まりました。小川さん、素晴らしいスタートですね。そうですね。ダブルサルコー、この全日本は8年連続8回目の出場ですが、しかしまだ優勝というタイトルはありません。銀メダルが3回、銅メダルが3回。大学4年生になりました。集大成の4分間です。あっと、トリプルループでしたね。はい、練習の時は非常に調子良かったんですけどもね。まあ、ショートプログラムのダブルアクセルの失敗は信じられなかった。今日は力まず楽しく滑りたいと抱負を話してくれました。トリプルトーループも少し手つきましたね。やはりこの最初のトリプルルッツを決めることによってですね、決めても決めなくてもやはり非常にプレッシャーが大きかったんですね。ゆかさん、どうしてもその一つのジャンプが重荷になるっていうことはよくあるんですか？やっぱりそうですね、私なんかの場合もトリプルルッツ、トリプルフリップっていうジャンプに意識しすぎて他のジャンプがおろそかになってしまった試合もありましたので、それだけ精神的に難しいと思います。この優雅さが何といっても八木沼の持ち味。ダブルアクセルも決まりました。表現力ですね、この彼女の持ち味は。はい、惜しいですね、今のも。さあ、もう残り1分です。曲はスワニー。お母さん、でもいろんなことが頭の中巡ってるかもしれませんね。そうですね、もうとにかく悔いの残らずやることですね。昨年逆転負けした、本当に悔しかったという八木沼。白のコスチュームが華麗に舞いました。ああ、思わず顔を抑えました。福原コーチも手を叩いています。小川さん、どんな出来でしたか？そうですね、動きは非常に良かったんですけどもね、少し随所にジャンプのミスがね、はい、目立ちましたね。しかし、ゆかさん、優勝争いはこれ分かりませんね。そうですね、あと一人、横谷選手が残ってますので、いるわけですからね。はい、1位が現在小祝、2位が今川、井上は体調不十分から10位に落ちてしまいました。しかし
かし小川さん、なんといっても最初のトリプルルッツが大きいですね。そうですね、さあ点が出ました。あ、涙が出ているようですが、 5.5 が4人います。1番、3番、5番、6番ジャッジが 5.5 を出しました。さあ表現力、あ、上がりましたね。5.7、5.6 があります。これはメダルの色が金に近づきましたね。さあ今1位の小岩井を除い抜いて八木沼がトップ。